どうもドッグトレーナーゆきです。今年も厳しい暑さが続いていますが、愛犬の暑がっているサインに気づいていますか？また愛犬のためにしている暑さ対策の中には、実は絶対にやってはいけない間違ったものがあるって知っていますか？そこで今回は、犬の暑がっているサインと絶対にやってはいけない間違った暑さ対策をご紹介します。早速確認しましょう。犬の暑がっているサイン、一つ目はハーハーと呼吸が荒い。犬の暑がっているサインで最もわかりやすいのが呼吸の仕方です。犬は暑くなると舌を出してハーハーと浅く荒い呼吸になります。これはパンティングという呼吸法で、舌から水分と一緒に体の熱を外に出して体温を下げようとしているんです。はじめはハーハーとゆっくり呼吸していたのが、さらに暑さを感じるとハッハッハッとどんどん呼吸が速くなり、体の熱をもっと下げようと舌をだらんと長く出します。散歩中や帰宅後に多少呼吸が荒いのは心配ありませんが、涼しい部屋に入ってから時間が経つのに呼吸が落ち着かない、ぐったりしているなどの異変がないか、こまめに確認しましょう。犬の暑がっているサイン、2つ目は水をたくさん飲む。暑いと体の熱を放出させるために呼吸が激しくなるので、普段より喉が渇きやすく、頻繁に水を飲むようになるのも暑がっているサインです。ところが、水飲み場が1箇所しかなく、愛犬のいる場所から遠いと水飲み場まで行くのが億劫になる愛犬もいます。すると体の水分ばかり奪われて脱水症状が進行し、熱中症のリスクが高まることも。愛犬が手軽に水を飲めるように、暑い時期は水飲み場を2つ以上は設置しましょう。ちなみに、おしっこすることでも体の熱が外に出されるので、しっかりお水を飲ませてこまめにおしっこさせることも暑さ対策になります。犬の暑がっているサイン、3つ目は冷たい土間やタイルの上にいる。普段はソファーやベッドにいる愛犬が、土間や玄関のタイルにわざわざ移動して長時間いるのも暑がっているサインです。体の中でも毛の少ないお腹の部分を床にぴったり当てたり、横たわるなど、いろんな体勢で床のひんやり感を味わいます。体から余計な熱を発生させないように、その場から動かない子も多いです。犬の暑がっているサイン、4つ目は歩くペースが遅い。散歩中に暑くなると歩くペースが徐々に遅くなり、頭を上げるのもしんどくなって、常に下を向いたままゆっくり歩くようになります。日陰や建物の中に入ろうとしたり、その場に座り込んだり、ペタッと寝転がってこれ以上歩きたくないと訴える子もいますよね。犬は人より低い位置を歩いているため、地面からの照り返しがきつく、体感温度は人より10度以上高いと言われています。そのため、夏のお散歩は気温が高くなる日中は避けましょう。夏のお散歩は早朝を中心に、日が暮れてからも地面の温度を必ず手で確認してから愛犬を歩かせるようにしてくださいね。続いて、間違った暑さ対策を3つご紹介します。絶対にやってはいけない間違った暑さ対策、1つ目は保冷剤の入ったクールウェア。夏のお散歩の暑さ対策として、保冷剤入りのクールネックやクールベストを愛犬に着用させる方法がありますが、実はこれは危険な冷やし方です。というのも、首の後ろを急激に冷やしすぎると自律神経が乱れて夏バテや体調不良を起こしやすくなるからです。また、大きな保冷剤を何個も入れた重たいネッククーラーは首に負担がかかり、頸椎を痛めてしまう恐れもあります。それに、クールベストの種類によっては、キンキンに冷えた保冷剤が心臓やお腹の近くに当たると、局所的に冷えすぎて、特に子犬や高齢犬は不快に感じている場合もあるので、注意が必要です。キンキンに冷えた保冷剤より、気化熱を利用したクールアイテムの方がおすすめです。絶対にやってはいけない間違った暑さ対策、2つ目は氷や冷たい食べ物を与える。暑いと冷たい食べ物や飲み物が欲しくなりますが、
愛犬に氷がたくさん入った水や冷蔵庫から出したばかりの冷えたご飯や果物を与えるのは NG です。冷たい食べ物や飲み物を愛犬が喜んで口にしていても、体の中は胃腸が冷えて消化吸収が悪くなっているんです。ただでさえ犬は夏の暑さや湿度による影響で胃腸が弱りやすくなっているので、そこに冷たいものを与えてしまうと、さらに下痢や嘔吐、食欲低下を招いてしまいます。愛犬のご飯や飲み水は常温の方が消化吸収されやすく、胃腸に負担をかけないので安心です。絶対にやってはいけない間違った暑さ対策、3つ目は扇風機だけでエアコンをつけない。扇風機だけで十分涼しいからとエアコンを使用せずに室温管理するのは危険です。私たちは全身に汗が出るので、扇風機の風を浴びるだけでも気化熱によって涼しさを感じられますが、犬が汗をかけるのは肉球と鼻の先だけなので、扇風機を浴びても体温を下げることはできません。そのため愛犬の暑さ対策には必ずエアコンを利用すること、室温は25度以下、湿度は 50% 前後を目安に、愛犬の様子を確認しながらベストな温度を見つけましょう。この動画が参考になった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。